今回の動画は中学受験の理科単元別の一問一答になります。動物に関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。第1問、背骨のある動物を何と言いますか？答えは脊椎動物です。第2問、背骨がない動物を何と言いますか？答えは無脊椎動物です。第3問、体の中のたくさんの骨が結合して組み立てられているものを何と言いますか？答えは骨格です。第4問、背骨がある動物を5つのグループに分けるとき、フナなどの仲間を何と言いますか？答えは魚類です。第5問、背骨がある動物を5つのグループに分けるとき、ヒキガエルなどの仲間を何と言いますか？答えは両生類です。第6問、背骨がある動物を5つのグループに分けるとき、ニホントカゲなどの仲間を何と言いますか？答えは爬虫類です。第7問、背骨がある動物を5つのグループに分けるとき、キジバトなどの仲間を何と言いますか？答えは鳥類です。第8問、背骨がある動物を5つのグループに分けるとき、ニホンザルなどの仲間を何と言いますか？答えは哺乳類です。第9問、魚類は何を使って泳ぎますか？答えはヒレです。第10問、鳥類のうち飛ぶものは何を使って飛びますか？答えは翼です。第11問、背骨がある動物のうち一生水中で生活するものの呼吸器官は何ですか？答えはエラです。第12問、背骨がある動物のうち一生陸上で生活するものの呼吸器官は何ですか？答えは肺です。第13問、両生類は陽性の時には何と何で呼吸を行いますか？答えはエラと皮膚です。第14問、両生類は生体になると何と何で呼吸を行いますか？答えは肺と皮膚です。第15問、魚類の体は何で覆われていますか？答えは鱗です。第16問、鳥類の体は何で覆われていますか？答えは羽毛です。第17問、メスが体外に卵を産むことを何と言いますか？答えは卵生です。第18問、メスが体内で受精した後に卵が育ち、子としての体ができてから生まれることを何と言いますか？答えは胎生です。第19問、陸上に卵を産む動物の卵には丈夫な何という作りがありますか？答えは殻です。第20問、卵から帰った子にしばらく食物を与えて育てる仲間は何類ですか？答えは鳥類です。第21問、生まれた子にしばらく乳を与えて育てる仲間は何類ですか？答えは哺乳類です。
22問。主に植物を食料とする動物を何と言いますか？答えは草食動物です。第23問。主に植物を食物とする哺乳類の歯は草を噛み切るための何という歯が発達していますか？答えは門歯です。第24問。主に植物を食物とする哺乳類の歯は草をすりつぶすための何という歯が発達していますか？答えは臼歯です。第25問。主に植物を食物とする哺乳類の目は広い範囲を確保するため頭のどの部分についていますか？答えは側面です。第26問。主に他の動物を食物とする動物を何と言いますか？答えは肉食動物です。第27問。主に他の動物を食物とする哺乳類の歯は獲物を仕留めるための何という歯が発達していますか？答えは犬歯です。第28問。主に他の動物を食物とする哺乳類の歯は肉を切り裂くための何という歯が発達していますか？答えは臼歯です。第29問。主に他の動物を食物とする哺乳類の目は立体的に見える視野の範囲が広くなるように頭のどの部分についていますか？答えは前面です。第30問。体が多くの節からできていて足にも節のある動物を何と言いますか？答えは節足動物です。第31問。体や足に節がある動物のうちザリガニやエビ、カニなどの仲間を何と言いますか？答えは甲殻類です。第32問。体や足に節がある動物のうちバッタや蝶などの仲間を何と言いますか？答えは昆虫類です。第33問。体や足に節がある動物のうちクモやサソリなどの仲間を何と言いますか？答えはクモ類です。第34問。バッタや蝶などの仲間は体がいくつに分かれますか？答えは3つです。第35問。バッタや蝶などの仲間の胸には何対の足がついていますか？答えは3対です。第36問。バッタや蝶などの仲間の腹には呼吸を行うために空気を取り入れる何という作りがありますか？答えは気門です。第37問。ザリガニやエビ、カニの仲間は境界がはっきりせず体がいくつに分かれているものが多いですか？答えは2つです。第38問。無脊椎動物のうち内臓が柔らかい膜で包まれている無脊椎動物を何と言いますか？答えは軟体動物です。第39問。アサリ、マイマイ、タコの仲間は内臓が何で包まれていますか？答えは外頭膜です。第40問。アサリやタコのように水中で生活するものは何で呼吸しますか？答えはエラです。第41問。マイマイなどのように陸上で生活するものは何で呼吸しますか？答えは肺です。
第42問、アサリは何で足を動かしますか？答えは筋肉です。第43問、メダカとエビとアサリは共通して何で呼吸しますか？答えはエラです。第44問、メダカとエビとアサリは共通して何という仲間の増やし方をしますか？答えは卵生です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。